皆さんこんにちは、まなみです。今回はモザイクというサブスクリプションボックスを一緒に開封して、スキンケアやコスメなどが入っているので実際に使ってレビューしていこうと思います。ということで、化粧下地だけ塗った私がどのようなサブスクリプションボックスなのかをご説明いたしますので、そちらの動画をご覧ください。まずサービスについてご説明しますと、モザイクは厳選されたアイテムの中から自分が欲しいものだけを選べるサブスクリプションサービスで、年4回それぞれのシーズンに合わせた商品をゲットできるサービスです。なんとですね、値段が4980円なんですけど、2万円相当の商品が届きます。このような感じで30個から40個のアイテムが6つのカテゴリーに分けられていて、その中から好きなアイテムを1つ選べるんですけど、フルサイズの商品だけなんですよ。なのでじっくり試すことができますし、あと自分が本当に欲しいなと思ったものだけを選べるので、すごく画期的なサブスクリプションサービスだなと思います。あと商品を選ぶためにこう見るじゃないですか。そうするとこんな感じでホームページのリンクとか商品の特徴、成分、値段まで載せてくれているんですよ。普段スキンケアは成分を見て購入することが多いので、このサイトだけを見ればすぐにわかるので、わざわざ自分で調べなくていいっていうのもかなり親切だなと思いました。ということで早速使っていこうと思います。開けるとこのようになっていて、夏仕様のパッケージになっています。ということで開けていきます。冊子が入っているのと、あと商品がこんなにずっしり入っています。まずはこちらですね、 PW ハーブアクネウォーター TA 医薬部外品の商品です。私はこれを見た時に医薬部外品もあるんだと思ってすごく嬉しくなったんですけど、有効成分がトラネキサム酸とグリチルリチー酸ジカリウムが入っています。カタログみたいなのも入っていたので、これを読んでいこうと思うんですけど、こちらアクティフリーっていうブランドの商品で、ベースに水を一滴も使っていない薬用化粧水だそうです。9割が天然由来成分で、水の代わりに 100% ハーブウォーター原液を使っているそうです。これは私の肌に合いそうだなと思って選びました。匂いはハーブの香りで、若干しっとりはするんですけど、全然ベタベタしないです。これ良さそうだなと思います。塗った後もベタつかないんですけど、しっとりしています。次はこちらを使ってみます。こちらも医薬部外品の商品で、ホワイトイチゴのオーガニックテックセラムです。薬用美白美容液ですね。パッケージはこのようになっていて、3オエチルアスコルビン酸っていうビタミン C 誘導体が入っている美容液です。こちらホワイトストロベリー複合体が肌に透明感を与えますという風に書いてあります。こちらは開けるとスポイト状になっていて、このように白濁色です。なんかローズのような香りがします。こんな感じで少しとろみのある美容液で、保湿力もありそうです。ということで実際に塗っていきます。塗ってみたんですけど、かなり保湿力は高くて、こうもっちりする感じですね。ビタミン C 誘導体って朝使うとシミの予防にもいいので、ビタミン C の美容液で保湿力が高いものをお探しの方はぜひこちらを選んでみてください。次はこちらなんですけど、湘南美容コスメ、湘南美容オールインシカクリームです。手に出してみるとこんな感じなんですけど、1本で化粧水、美容液、クリームの役割を果たしてくれて、軽いテクスチャーでオイリー肌にも負担なく使用できますっていう風に書いてあります。ここに載っている12個の成分がフリーだそうです。で、今肌を触ってみたんですけど、先ほどこの美容液を塗った時は結構ペタペタしていたんですけど、時間が経つにつれて馴染んでペタペタ感がかなり収まってきました。なのでこの上からクリームを塗っていきます。今は化粧水と美容液の上から塗っているので少しペタッとしている感じはあるんですけど、このクリームだけ塗った部分は全然ベタつきとかもなく、少しサラッとしています。確かにオイリー肌に良さそうです。で、匂いなんですが、一応香料は入っているみたいなんですけど、なんか原料の匂いのような感じです。フローラル系とかハーブ系とかでもないなっていう風に思いました。次はこちらを使っていきます。エターナルアイラッシュです。こちらは販売数が20万部を超えているまつげ美容液で、ヒト幹細胞培養液を配合して、さらにナノキューブで有用成分を小さくすることで隅々まで浸透するそうです。このまつげスケールもついてきたんですけど、まつげの長さを測れるそうなので試してみようと思います。ウインクが下手すぎてまぶたが動いてしまうんですけど、だいたい7ミリくらいですかね。コンタクトレンズを使っていても塗れるそうなので、今実際に塗ってみます。匂いは特に強い匂いはないですかね。こんな感じでまつげの根元に当ててからスッと塗っていきます。
まつげがベタベタになる感じもないです。全然不快感もなくて使いやすいので、これは継続してみようと思います。次はこちらのナールスベール SPF50+ PA4+ 日焼け止め化粧下地を使っていきます。黄色がかっている薄いベージュカラーの下地です。ハンガーに塗っていきます。こちらノンケミカル処方のエイジングケア UV 化粧下地で、ナールス源を推奨濃度配合しているそうです。白浮きせず滑らかにフィット、1年を通して日常紫外線や外出時の紫外線をしっかりカットしながら保湿やエイジングケアもっていう風に書いてあります。今鏡を見ずに伸ばしていたんですけど、スルッと伸びてくれる感じでかなり伸ばしやすいです。ハンガーに塗ってみたんですけど、ナチュラルにトーンアップしてくれていて、毛穴落ちとかが一切ないですし、角栓に引っかかったりっていうこともないですね。とアップでお見せしたいので、毛穴とかニキビが見たくないっていう方は10秒ほどスキップしてください。かなりナチュラルなんですけど、トーンアップして赤みとか黒ずみを少し補正してくれている感じです。鼻の角栓とかにも全く引っかかっていないので、かなり使いやすいです。反対側も塗っていきます。当たり前ですけど、普段自分の肌は見慣れているので補正力が少しあるっていうのはわかるんですが、おそらく周りの方が見た時に何か塗っているっていうことは気づかれないと思います。それだけナチュラルに肌を綺麗に見せてくれるような下地です。保湿やエイジングケアができる下地っていう風にお話ししたんですが、確かに保湿力は高いです。こんな仕上がりになりました。日焼け止め効果がすごく高いのもありがたいので、日差しが強いところに行く際にこちらを塗ろうと思います。最後はこちらのローズボディミルクです。こちらは食べられるバラから生まれたローズボディミルクで、ローズラボが栽培する他のバラよりもビタミン A が10倍以上、ビタミン C が2倍以上含まれたコスメティクスライン専用の品種、こちらにも書いてあるんですが、この品種から抽出し保湿力に優れたローズエキスとローズウォーターをたっぷり配合、伸びのいいテクスチャーでふっくらと柔らかで健やかな肌へと導きますっていう風に書いてあります。出してみると、ゆるいテクスチャーでこういう感じでスルッと伸びてくれて、しっとりするんですけどベタつかないようなボディミルクです。夏用っていうことを考えてセレクトされているんだなっていうのが分かる商品です。暑いのでベタベタしすぎると嫌じゃないですか。これは夏でも使いやすいのでいいですね。あとバラの香りがかなりしてバラ園にいるような感じです。私が選んだものではないんですけど、この美容液と同じブランドの洗顔料が入っていました。今回はモザイクのサブスクリプションボックスをレビューしたんですが、いい商品が入っているというか自分で直接カスタムできるので、ぜひチェックしてみてください。クーポンコードを発行していただいたんですけど、英文字でマナミって入れていただくと初回限定で1000円オフになるので、よろしければご利用ください。商品がたくさんあって選ぶのも楽しいので、ぜひチェックしていただければと思います。ということで、ここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。